こんにちは、のぶです。では、398日目、ネックロール、連続チャレンジ10回ということでやっていきたいと思います。まあ、先日、連続11回はできたんですよ。で、まあ、その動画もアップしてるんですけど、でもなんか実際自分で見てみて、なんか違うなと思いました。なんか、ネックロールっていうのは頭の周りをボールがこう回るよう感じなんですけど、まあなんていうんですかね、こう頭とボールが離れちゃってて、本当になんか頭の周りを回ってる感じがしないんですね、自分の動画見てると。なのでちょっと、もうちょっとこう精度を上げていきたいかなと思います。頭の周りをこう、まあ、くっついてる感じ、ちょっとなんか蚊に刺されたのかな、ということでちょっと練習していきたいと思います。よし、じゃあいきます。あとね、そう、戻りのスピード、ここ、速くしましょう。高い。こっち見て。あ、離れてるな。後ろ向きでやります。ああ、肩のリリースがなんか変。ちょっと一からやろう。丁寧に。
っぱ肩のリリースがしっかりしてないから今のはできなかったですね。じゃあ頑張ろう。